ヨハネによる福音書第8章。イエスはオリーブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。すると律法学者たちやパリサイ人たちが官印をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて、中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は官印の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか？彼らがそう言ったのは、イエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。これを聞くと、彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか？あなたを罰する者はなかったのか？女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。するとパリサイ人たちがイエスに言った。あなたは自分のことを証ししている。あなたの証は真実ではない。イエスは彼らに答えて言われた。たとえ私が自分のことを証ししても、私の証は真実である。それは私がどこから来たのか、まだどこへ行くのかを知っているからである。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知らない。あなた方は肉によって人を裁くが、私は誰も裁かない。しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは正しい。なぜなら私は一人ではなく、私を使わされた方が私と一緒だからである。あなた方の律法には二人による証言は真実だと書いてある。私自身のことを証しするのは私であるし、私を使わされた父も私のことを証ししてくださるのである。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのか？イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知っていない。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたであろう。イエスが宮の内で教えていた時、これらの言葉を賽銭箱のそばで語られたのであるが、イエスの時がまだ来ていなかったので、誰も捕らえるものがなかった。さてまた彼らに言われた。私は去って行く。あなた方は私を探し求めるであろう。そして自分の罪のうちに死ぬであろう。私の行くところにはあなた方は来ることができない。そこでユダヤ人たちは言った。私の行くところにあなた方は来ることができないと言ったのは、あるいは自殺でもしようとするつもりか？イエスは彼らに言われた。あなた方は下から出たものだが、私は上から来たものである。あなた方はこの世のものであるが、私はこの世のものではない。だから私はあなた方は自分の罪のうちに死ぬであろうと言ったのである。もし私がそういうものであることをあなた方が信じなければ、罪のうちに死ぬことになるからである。そこで彼らはイエスに言った。あなたは一体どういう方ですか？イエスは彼らに言われた。私がどういうものであるかは初めからあなた方に言っているではないか。あなた方について私の言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私を使わされた方は真実な方である。私はその方から聞いたままを世に向かって語るのである。彼らはイエスが父について話しておられたことを悟らなかった。そこでイエスは言われた。
あなた方が人の子をあげてしまった後、初めて私がそういうものであること、また私は自分からは何もせず、ただ父が教えてくださったままを話していたことが分かってくるであろう。私を使わされた方は私と一緒におられる。私はいつも神の御心にかなうことをしているから、私を一人置き去りになさることはない。これらのことを語られたところ、多くの人々がイエスを信じた。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。そこで彼らはイエスに言った。私たちはアブラハムの子孫であって、人の奴隷になったことなどは一度もない。どうしてあなた方に自由を得させるであろうと言われるのか。イエスは彼らに答えられた。よくよくあなた方に言っておく。すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。そして奴隷はいつまでも家にいるものではない。しかし子はいつまでもいる。だからもし子があなた方に自由を得させるならば、あなた方は本当に自由なものとなるのである。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っている。それなのにあなた方は私を殺そうとしている。私の言葉があなた方のうちに身を下ろしていないからである。私は私の父のもとで見たことを語っているが、あなた方は自分の父から聞いたことを行っている。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムである。イエスは彼らに言われた。もしアブラハムの子であるなら、アブラハムの業をするがよい。ところが今神から聞いた真理をあなた方に語ってきたこの私を殺そうとしている。そんなことをアブラハムはしなかった。あなた方はあなた方の父の業を行っているのである。彼らは言った。私たちは不貧困の結果生まれたものではない。私たちには一人の父がある。それは神である。イエスは彼らに言われた。神があなた方の父であるならば、あなた方は私を愛するはずである。私は神から出たもの、また神から来ているものであるからだ。私は自分から来たのではなく、神から使わされたのである。どうしてあなた方は私の話すことがわからないのか。あなた方が私の言葉を悟ることができないからである。あなた方は自分の父、すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りを行おうと思っている。彼は初めから人殺しであって、真理に立つものではない。彼のうちでは真理がないからである。彼が偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽り者であり、偽りの父であるからだ。しかし私が真理を語っているので、あなた方は私を信じようとしない。あなた方のうち誰が私に罪があると責めうるのか。私は真理を語っているのに、なぜあなた方は私を信じないのか。神から来た者は神の言葉に聞き従うが、あなた方が聞き従わないのは神から来たものでないからである。ユダヤ人たちはイエスに答えて言った。あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると私たちが言うのは当然ではないか。イエスは答えられた。私は悪霊に取り憑かれているのではなくて、私の父を重んじているのだが、あなた方は私を軽んじている。私は自分の栄光を求めてはいない。それを求める方が別にある。その方はまた裁く方である。よくよく言っておく。もし人が私の言葉を守るならば、その人はいつまでも死を見ることがないであろう。ユダヤ人たちが言った。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今わかった。アブラハムは死に、預言者たちも死んでいる。それなのにあなたは私の言葉を守る者はいつまでも死を味わうことがないであろうと言われる。あなたは私たちの父アブラハムより偉いのだろうか。彼も死に、預言者たちも死んだではないか。あなたは一体自分を誰と思っているのか。イエスは答えられた。私が
もし自分に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいものである。私に栄光を与える方は私の父であって、あなた方が自分の神だと言っているのはその方のことである。あなた方はその神を知っていないが、私は知っている。もし私が神を知らないというならば、あなた方と同じような偽り者であろう。しかし私はその方を知り、その御言葉を守っている。あなた方の父アブラハムは私のこの日を見ようとして楽しんでいた。そしてそれを見て喜んだ。そこでユダヤ人たちはイエスに言った。あなたはまだ50にもならないのにアブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた。よくよくあなた方に言っておく。アブラハムの生まれる前から私はいるのである。そこで彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。